香港警察民主活動から8人を海外指名手配アメリカ世界中で人権を脅かす危険な前例と非難上海協力機構で中国ロシア首脳の思惑反乱と党の滅亡を恐れ中国共産党中央銀行が突然責任者を交代専門家中央銀行総裁のポストは非常に危険であり誰も引き受けたがらない Zach 香港警察は3日国家安全維持法・国安法違反の疑いで海外にいる香港民主派8人に懸賞金をかけ指名手配しましたアメリカとイギリス政府はこの件に関して強く非難し中国共産党中共の海外での脅迫行為を決して許さないとしました 指名手配リストには立法会の元議員、各英光氏や許地法氏、羅漢奏氏のほか、香港で法の支配を守るために活動している法政 Y 氏の元メンバー、任健法氏、実業家の燕九医氏、香港民主委員会の各法議主席、香港労働組合連盟の郷長達幹事長、 ファイトフォーフリーダムスタンドウィズ・香港団体の創設者リュウ・ソテキ氏8人の香港の民主活動家がいます彼らは国家の安全を脅かしたなどの罪で起訴されそれぞれに100万香港ドル12万7656米ドルの懸賞金がかけられていますこの8人は現在イギリスアメリカオーストラリア日本などに滞在しておりその国の国籍または政治難民の資格を持っている可能性があります イギリスアメリカオーストラリアは国安法を理由に香港との逃亡犯引き渡し協定を停止しているため同参加国が香港警察の要請に応じて供述の関係者を引き渡さないことを意味します同時に8人が在住するイギリスアメリカオーストラリアはいずれも香港政府による国安法の域外適用を非難する声を上げています アメリカ国務省のミラー報道官は声明を発表し中共が強制した国安法のきがい適用は世界中の人々の人権と基本的自由を脅かす危険な前例であると非難しましたさらに香港政府に対し検証を直ちに撤回し他国の主権を尊重し中共が強制した国安法を国際的に公示することを停止せよ我々は人権を破壊する中共の国境を越えた弾圧行為に反対し続ける アメリカは表現の自由と平和的集会の自由に対する個人の権利を支持するとつづりましたイギリスのクレバリー外相は声明を発表し中国が香港に対して実施した国家安全維持法に強く反対しその生きがい管轄権は法的拘束力のある中英共同声明に違反すると強調しました イギリスは言論の自由という普遍的な権利を永遠に守り攻撃の標的にされた人々のために立ち上がるとしました声明はまた北京に対し国安法を廃止するよう呼びかけ香港当局が自由と民主主義を守る人々を弾圧しないよう求めています香港政府によって指名手配された香港の民主活動家は相次いでコメントをしました 香港で法の支配を守るために活動している法政祭氏の元メンバー任健法氏はフェイスブックの投稿で自分と仲間の各英光氏と許智法氏が指名手配リストに掲載されたことは光栄なことだとし私は彼らに本当に見合わないなぜなら香港のために私より犠牲を払ってきたからだ彼らこそ私の英雄だと述べましたさらにあろうことか香港を愛しているという理由で指名手配された これは私に全てを与えてくれた香港へのちょっとしたお返しに過ぎないと指摘しました独自の香港議会を提唱したエン・キュイ氏はライブ放送で笑いながら香港協議会の宣伝を手伝ってくれた香港政府に感謝しました京地方元議員はロイターの取材に対し今回の懸賞金は中共がより権威主義に向かっていることを民主主義国にはっきり知らしめたと語りました そして自由国家は彼らの身柄を引き渡さないだろうと述べました香港労働組合連盟の郷潮達幹事長も Facebook でもし私が有罪なら私の罪名はただ一つ香港人のために真相を語ったことだけだ 私が海外で批判し真相を暴露し続けてきたのは中国政府と特香港政府が国安法やその他の乱暴な手段をみだりに用いて香港人から基本的な自由と人権をむやみに奪っているからだとコメントしました香港民主委員会の各法議主席も Facebook で指名手配は香港人を脅しており私は決して萎縮しない 獄中の政治犯逮捕されたデモ参加者指名手配にされた者と一緒に白色テロの中で暮らす香港人と共に戦線に立ち続け香港の民主主義と自由の追求のために政府、議員、国際人権組織と協力していくとコメントしました。 ファイト・フォー・フリーダム・スタンド・ウィズ・香港団体の創設者リュウ・ソテキ氏も Facebook で指名手配が一度でも100回でも変わりはないと述べ私たちが懸賞金をかけられたからといって止まって対中政策の提案を放棄することはないと強調しました一方で中共の今回の懸賞金作戦は国安法と国安書の海外での無力さを反映しただけでした ラッシュは指名手配された人らが提唱している目的は香港人が民主と自由を獲得し彼らの基本的権利を守るためであると指摘しもしこれらの行為が国安法に抵触するとみなされる場合唯一の結論は国安法は絶対的な悪法だということだと述べました次のニュースです7月4日第23回上海協力機構の議長国となったインドはオンラインサミットを主催しました 中国共産党の習近平総書記とロシアのプーチン大統領はともにオンラインで姿を見せましたインドのモディ首相は上海協力機構は協力してテロと戦うべきだと述べテロを支援する国々を躊躇なく非難しましたオンライン会議に出席した習総書記は封じ込めやデカップリングに反対し互恵協力に努力すると述べました また一帯一路を各国の発展戦略や地域協力イニシアティブと連携させ貿易・投資の自由化円滑化を推進し地域の産業サプライチェーンの安定的かつ円滑な流れを確保するよう呼びかけました評論は次のように指摘していますプーチンはつい先ほどクーデターに遭遇しその権力が極大な挑戦を受けている プーチンにとって今回の上海協力機構 SCO の首脳会議への出席はこれまで以上に重要でありその権力の安定性を示すためにも非常に重要である一方習近平は内外で困難に直面しており中共の崩壊を懸念しソ連共産党の後を追うことを恐れている中国ロシア両国は西側の自由世界に対抗するために既に破綻している同盟関係を維持する必要がある AP 通信はウィルソンセンター南アジア研究所所長のマイケル・クーゲルマン氏の発言を引用し上海協力機構の首脳会議はプーチンが国際社会に姿を現す数少ない機会の一つだと報じていますムルッキングス研究所のシニアフェローであるダン・ビィー・マダン氏は AP 通信に対して次のように述べています プーチンは彼の協力パートナーに安心感を与えたいと望んでおり自分が依然として大きな権力を握っていることを示したいのだ一方プーチン大統領がクーデターに遭遇したことは習近平総書記にとっても大きな衝撃です習総書記は中共がソ連共産党のような運命をたどることを懸念しています 中共の機関紙であるキューゼは7月1日という特別な日に習近平が昨年3月に中央投稿で行った演説の全文を掲載しました習総書記は文中で誰もが共産主義やマルクス・レーニン主義を信じていなければ中共がソ連共産党が直面したような自分の生まれた国は月明かりの中で振り返るのに耐えられないという悲劇に直面することを懸念していました ニューヨーク・タイムズは3日専門家の分析を引用して次のように報じましたワグネルのクーデターが北京を再興させる可能性があるもしプーチンが崩壊すれば中共の地政学的経済的領土的利益にどのような影響が及ぶのだろうか習近平はロシアにかけておりそれはプーチンが引き続き権力を握っていることを前提としたものである 中共はロシアで本当に政権交代が起こることを懸念しておりもし新しい指導者が外交政策を再調整しアメリカに対してより友好的な姿勢を取るならば中共はアメリカとの競争の中で孤立しより大きな圧力に直面する可能性があるまた次のような考えもありますさまざまな兆候が示しているように中共はプーチンが耐えられないと評価しています しかし中共はロシアを支援するために相当な代価を支払っているため米中の緊張関係を悪化させるだけでなく中共と欧州との関係改善の努力を損なうことにもなりますもしプーチン政権が退場すれば中共はますます孤立し政権崩壊も目前に迫っているといえます最後のニュースです中共中央組織部は次のように発表しました 中国人民銀行中央銀行の副総裁であり中国国家外為管理局の万孝翔局長が中央銀行の党員書記に昇進します万孝翔氏は昨年の中共第20回党大会では中央委員または候補委員に選出されていなかったのでこの昇進は外界にとって少し意外なものですウォール・ストリート・ジャーナルは情報筋からの情報を引用し 当局がパン・交渉の国際的なバックグラウンドに注目し彼の世界各国の中央銀行総裁との円滑な協力を期待していると報じていますしかし一部の専門家は現在の中国人民銀行総裁のポジションは非常に危険なものであり誰も引き受けたがらないと指摘していますそのため当局は臨時の責任者交代を余儀なくされパン・交渉を昇進させて火を消してもらおうと考えています 中共政府は7月1日突然の人事命令を発表し中央銀行の元副総裁であり国家外為管理局の局長であったパン・コウショが中央銀行の党委書記に任命され各受精の党委書記職務および疫毛の当委副書記職務を解任しました。 外界からはパン・コ渉ショが中共中央銀行の党員書記に任命されたことは実際に中央銀行総裁のポストを正式に引き継ぐ前のステップであると考えられていますこれは中共第20回党大会以降の最新の人事配置です公開された情報によれば60歳のパン・コ渉ショ氏はケンブリッジ大学で博士研究を終了しハーバード大学で研究員を務めた経歴があります 最初、外界からは7人の候補者がいると考えられていましたが最終的にパン・交渉が任命されたのは彼が国際的なバックグラウンドを持っており当局がパン・交渉が世界各国の中央銀行総裁との協力をより円滑に進めることを期待しているからであるとみられます。 しかしベテラン金融専門家のオ健ン氏はパン・交渉は実際には国際的なバックグラウンドを持っておらず彼のケンブリッジやアメリカでの経験は中共の幹部による通例の学歴を得る方法に過ぎないと分析していますパン・交渉の学歴は基本的に高等専門学校を卒業だといいます 王ウ氏は明らかにパン・交渉は中共が予定していた中央銀行総裁の候補ではないと指摘し彼の任命は一時的な妥協策であると考えていますこれは最近の人民元の為替レートの制御不能と関連しており人民元の為替レートはすでに下落し続ける市場の方向に徐々に向かい始めておりこれは当局が避けようとしているものです王ウ氏は次のように述べています 一般交渉は現在中国国家外為管理局の局長であり人民元の為替レートにおける第一責任者である。 渦中の国を拾わされた存在でありこの時期に中央銀行の総裁職に就こうとする人はいないため彼が押されたのである中国人民銀行の人事調整は明らかに経済情勢の急激な悪化と関連しており特に人民元の為替レートに関しているこのような困難な状況では誰もがこのポジションを引き受けることを望んでいないこのポジションはとても危険なポジションであり現在の中国人民銀行の総裁のポジションはとても危険である なぜ今人民元の為替レートがうまくいかないのだろうか国家統計局が公表した6月の経済データによれば中国経済は持続的に低下しており投資消費輸出の三本柱が完全に停滞し産業部門の価格が大幅に下落しデフレリスクが急速に高まっているだからこそ中国人民銀行の総裁のポジションはやりがたいのであるあるある評論では次のように指摘しています 中国は経済成長の鈍化債務の急増人口の高齢化といった重要な時期に差し掛かっており現在の経済はさらに一連のネガティブな要素に直面している経済の成長の勢いが非常に困難な状況にある中でもともと予定されていた中央銀行の総裁候補に何らかの予期せぬ事態が発生したようであり当局は一時的に人事を変更して衰退を救うしかなかったとみられる <laughs> 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相，绝对唔会放弃我哋嘅坚守，需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋嘅 patron。我系 Zack，下次再同大家见面。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's gone Jing World.